はい、味噌のの440牛刀 180mm を1週間使ってみての感想ですけど今ちょうど白菜とかちょうどいいじゃないですかで白菜をバツンとザクッとこうね全部あの、まあ、切ろうとした時に1 8 0ミリだとちょっと短いなって思ったんですよねこれまで使ってたのが、まあ、いくつだったかちょっとよくわかんないんですけど まあもっとあの長いのを使っててでこれあの、まあ、180mm210mm240mm270mm300mm って牛刀あるんですけどまあどれぐらいがいいんですかねなんか180あのまあそもそもこの味噌の,の包丁ってすごい軽いんですよ、まあ、私も初めて なんか使ってみたんですけど軽いのでもうちょっと逆に長くてもいいかなって感じですね。あのまあ一週間使ってみての感想です。切れ味もいいですしね。あの軽いっていうのは何しろいいしステンレスなのであのまあ、錆びにくいっていうことですね。まあそもそも私はあのまあ、鉄のやつね使っててもあの濡らしたままそのまま放置するなんていうことはしないのでまあ元々錆びたりは しなかったんですけどまあよ,より錆びづらいっていうんですかねなので240とかでも良かったかもしれないですね240270はちょっと長いかなと思うんですけどうん、まあ、270240ミリあたりでも、まあ、軽いから多分使いやすいと思いますねかぼちゃとか、まあ、キャベツとか白菜とかまあ 大きいのをザクッて切るときに、まあ、もうちょっと長い方が使いやすかったかなとで、まあ、これに関しては大は小を兼ねるでいけるんじゃないかなって気がしますね、まあ、180の中途半端なところを買うんだったら、まあ、もうちょっと長いのを買って、まあ、ペティーナイフとかもう一本持ちであの持った方がいいのかなっていう気がしましたまあ1週間ねあの牛刀180ミリ使ってみての感想です よかったらまたあのご覧ください。はい、以上です。